やったら真面目に除けたいねん。お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あれちょっともう罰ゲームの、考え中で思考がちょっと停止してるのかもしれない。負けました。はい、負けました。私は負けました。俺、老けた。老けた。誰が老けたよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでね、何とした？映らないそこに俺。続けていいの。続けていいの。はい。ね、東京から帰ってきました。やっと、はい、帰ってきて、初の収録をさせていただいたんですけども、うん、まあやっとの、まあ、前回がね、千葉で収録させていただいた分があった中、あのテンション感をいかに大阪でもできるのか、うん、そういったのを褒められたんですけども、うん、まあ、一番最初マルチョケをしたんですよね、うん、まあ、結構定番化してきましたね。いやーも確かに面白いよなやっぱこれ。なんかいろいろ考えるし、うん、面白いな、うん、まあなんかこうむずい。どうした？むずいな。むずいけどな、うんうん、でもこうポエムもちょっと楽しみに待っててほしいよな。確かに。ともきのポエキ、ポエキのトイキと、うん、ゆうたたのうたたねと、アスカのネチネチ系男子ポエム、はい、ビッグマウス、こちらもね、楽しみに待ってもらえたらなと思うんですけど、まあ、今頃結果が出て、もう、上げてるんじゃない？それは勝ちましたよ、多分。まあ、それは多分勝ってるでしょうね。それ多分勝って逆に負けてる可能性なんで、分からんで、これは。うますぎてよくない。いや、でもそんなあれで、ガチ投票なんで。その逆にとか絶対ないと思う。だってもう、もうダメだ。いや、それが好きかもしれん。うん、それもあるよな。ちょっと悪いよな。そう、確かに。ちょっと悪いね。なんかダメよ。ダメよ。面白いでも OK じゃん。面白い。面白いでも OK やけど、OK やけど、その、まあ、選んでください。選んで急に出てくるやつ。まあ、まあ、各々の独断と偏見で選んでください。いいんですけども、はい、まあ、そのね、罰ゲームのポエムもね、はい、ぜひともね、拡散とかね、そうっすね、来ていただければ。いいね、リツイートお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、まあ、この今からやる罰ゲームのね、はい、その前にやりましたドレミファドレミの歌ゲーム、うん、はい、こちらはまあやっとのねちょっとオリジナル要素も加えながらやってたんですけども、はい、まあ、負けたのがともきくんという、はい、わしです、はい、今回罰ゲームが、まあ、以前ね僕たちやったのもジョルハラ塾さんに行って単独ライブをさせていただいた時に、はい、まあ、出張版マルチョケっていうのをさせていただいて、その時の罰ゲームがジョルハラ塾での、まあ、デート内容でキュンキュンさせていただくようなことを、ともくんがその時も罰ゲームだったんですよね、はい、うん、まあ、それにちなんで、まあ、大阪バージョンでちょっとキュンキュンさせることです、ね、はい、ですね、それをやっていただくこと、まあ、でも大阪に戻ってきたっていうのと、うん、ね、ちなむけど、うん、ちなむんやけど、まあ、ちょっと全然別のバージョンをこうやっぱ大阪の感じをこう持ってきたいなと思って。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ設定僕がいいですか、はい、うん、じゃあ、違う感じでいくと、うん、アスカが彼女役。一緒、うん、一緒やけど、まあまあ、たこ焼き屋さんやって、うん、あ、ほぼ一緒、お願い、ちょっと、はい、ほぼ一緒。そこに二人でデートできて、うん、はいはい、キュンキュンする、うん、まあそうセリフというか、あ、オッケー、でいこうかなと思います。はい、はい、立ち位置はここでいいの？あ、大丈夫です、作っといてください。じゃあ、はい、女役になればいいね。はい、はい、それでは。いやー、ね、大阪は来るの初めて。初めて。あ、大きに。じゃあ、俺結構。かわいいね。ありがとう。お兄ちゃん、俺大阪結構知ってんねん。ほんと？俺大阪めっちゃ好きよ、これさ。すごい。たこ焼きめっちゃうまいで。たこ焼き食べたかった。よし、じゃあ、たこ焼き食べよう。お、ちゃん、お、ちゃん。おい、どうぞ、たこ焼きを、一船、もらっていい？一船で何やねん。ソース、ソース、マヨネーズもかけてもらって。おー、また、一船、おー。お母ちゃん、母ちゃん、しておくれ、おげる。いやいや、どこよ、ブーソー。怖い、怖いよ。こいつ、頼むぜ。あ、知らんな、こいつ。トモくん、よし、じゃあ、これ、あんしたよ。よし、あんしてくれんじゃん。よし、じゃあ、一個ね。熱いよ、熱いよ。あ、はい。結構熱いから。食べたかった。はい。熱い、気をつけてよ。熱い。熱いよ、熱いよ。あー。おはよう、お前。熱々だねー、こっちも。お茶目かよ、これ。口にソースつけちゃって。おみ、兄ちゃん、3000だよ。口にお前ソースついてんぞ。安くしむか、3000だよ。あはは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 はおっさん空気やろか。おっさん。おっさん空気やろか。もう、赤面状態ですけども。これもね、生で披露したんですよね。うん。大阪バージョンということで。
まあこれもあとこれ、うん、いいんじゃないですか。いい、ね、結構キュンキュンしてたから、うん、みんな。いいんじゃない、はい、この罰ゲームはまあ新鮮ですよね、友達。こういうのもね、はい、なかなかする機会もないんでね。まあ、マジチョケならではということで、はい、次の罰ゲームはどんなシチュエーション、はい、まあ、シチュエーションじゃないかもしれないですけど、確かに、毎回毎回見てくれてる人はすごいね、楽しんでもらえてると思うんで、はい、まあ、こういったね、終了動画、まあ、罰ゲーム動画もね、まあ、今後もチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、今週も聞いていただきましてありがとうございました。以上、YAT、やつでした。いらっしゃい、熱いよ、たこ焼き300円、熱いよ。熱くなってるよ。シー